玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字漢字部4月号よりですね、草書検定課題、こちらを書きながら説明いたします。今回の課題はですね、こちら万物好機を生ず、こちらを学んでいきましょう。はい、4月はですね、楷書、行書とですね、同じ文字を書いていきます。はい、草書体ですから、なかなかね、読めないんですけども、まず、このね、課題の文字、どんな文字がですね、それぞれ、このようにですね、なっているのかをですね、把握するという意味ではですね、楷書、行書、草書ですね、見てですね、あるいは書いて、それぞれ書いてですね、学んでいくと、より効果が上がると思います。そしてですね、新年度に入ってですね、新たな書体にですね、取り組みたいという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひこの時期はですね、書きやすい文字が並びますので、おすすめですので、ぜひチャレンジしてみてください。草書体はですね、行書体に比べてさらにですね、崩されて書かれています。先ほども言いましたようにですね、その文字の、どんな文字がね、このように崩しているのか、それをですね、まず把握していきましょう。そしてこのね、仏という字ですね、この辺から作りへとですね、このつながっていますね。で、書き順も変わってきますので、そういったところもですね、注意して書いていきます。この生きるという字もですね、形を捉えていきます。最終角はですね、1本目のですね、横角より短めに収めていくという書き方です。また光のようにですね、書き順が変わる根文字、点から書いて、そして縦書くと。で、書くは連続するというですね、動きですので、そういった動きもですね、確かめていきましょう。はい、それではですね、書きながら説明をいたします。はい、万ですね。一画目。そっと入って、右上がりに。ここで払って、で、はい、中心に向かって、そして跳ね上げて、はい、左払い、横角に接しないようにして、はい、払っていきます。次は仏、はい、左払いから横角に点画が連続し、跳ね上げて、はい、ここから裏筆になり、次の角に向かってこうで地下に入り、上に跳ね上げてまっすぐ、そして、はい、左下に払います。はい、生きる、形を捉えていきます。太めです。はい、点画が連続します。そして右上がり、はい、こうここで跳ね上げて、で縦画にぶつかったらもうすでに折り返して、で、この横角は1画目より、1つ目の横角よりも短めとなりますね。はい、光る、書き順に注意します。はい、こちらから1、2、3、で、ここで跳ね上げて縦角で横角、はい、ここで角の、後戻りするようにして、そして金脈をつなげて、気持ちをつなげて、ずっと太くして右に上がるようにしてから、上から内側に向かって跳ね上げます。はい、
ちょっと右下に行くような感じの分泌ですね。で、ここで、はい、気持ちをつなげていきます。はい、ここも折り返します。はい、ここも角の中を通って折り返してから跳ね上げていきます。で、ここはい、つを書くようにして左手、はい、横書く、横書く、丸みをつけて横書く、そして上に跳ね上げて、そして縦書くです。横書くの右側に接していくような感じで、長く払っていきます。はい、このようにして書いていきます。気持ちをつなげる、そういったところを意識してですね、書いてください。はい、今日は以上です。